王手をかけた試合でこの人が畳に上がることになりました。日本にとっては願ってもない舞台、63キロ級キャプテン谷本歩美、アテネ北京連続金メダリストの谷本がさあ勝って決めるか。いやーこれは山内さん、はい、願ってもないと言いますかね、そうですね、いい形で、はい、お膳立てができたっていう感じですよね。キャプテンあとはお願いしますという、ね、はい、形になりました。ただまあ慌てる必要ないと思うんです ね、 やはり谷本選手今大会初戦ですので、はい、まあ、北京以来の、ね、試合ということになりますから、はい、最初の1分はちょっと体を動かすぐらい温めて、そこから、ね、はい、1本狙いに行ってもらいたいと思いますが、対戦相手はエマニュエル・パイエ、このクラスはもちろん谷本が決勝で破ったデコスがいるんですが、そのデコスが70キロ級に、クラスを上げましたんで、そうですね、もう完全にこのパイエがこのフランスの63キロ級の代表ということになります。ですから現在のフランス63キロ級1番手を相手にしていることになります。谷本、このパイエ選手は比較的組んでくるタイプの選手ですね、ただちょっとこう体をひねるような、さあ巻き込む形、おっとここは後ろに回られた、ちょっとこう変形気味なんです ね。ですから谷本選手1回振ってからね、自分の方に戻したいところですけども、締めながら、返そうというパイエでしたが、そしてちょっと心配なのは今もちょっと仕草を見せましたが腰ですね、ちょっと変なひねり方をねちょっと今しましたけど、この試合はなんとか頑張れると思いますよ。そうですね、北京でもやはり腰の状態が内場さん、はい、今一つだったということで、あれが私の精一杯の戦いだったんですというふうに言ってましたがね、いや精一杯であれだけの試合できてますね。まあ確かに山内さん、投げ技で決めたのは最後だけ で、あとはね寝技、はい、寝技でということでしたね。控え選手たちが心を一つにというふうに読めましたが、鉢巻きを持ってね、はい、祈るようにして見つめています。さあ谷本が勝てば優勝です。世界一が目の前だと背負いに来る、得意の背負い投げできました。ただ内場君あれですよね、どっか一つ故障があると意外とこうなんて言うんだろう、集中力が返して出ることあるんですよね、はい、あなるほど、緊張しすぎずに、こうチャンスをものにするっていうところは意外と ね、いい時もありますよね。怪我してた時の方がいい時があります。あそうですか。さあ今ただ谷本とすればキャプテンとしてやはりここまで流れを作ってくれたチームメートのためにも何としても決めたいという思いがあるでしょう、はい、さあ切れた、押し手が切れてしまいました。払い腰あるいは内股、こういった得意の技にいけるかどうか、腰が果たしてそのあたり持つかどうか、まあ、前後の揺さぶりがねもう少し出てくるといいなと思いますね、はい、今ちょっとこう組みって組んでから、はい、そのままかけてるのでなかなか相手が崩れてきません、まずここで持ってから若干こう崩れていたら足技ですね、はい、さあこらえました。いやさすがにパイエ体が効きますね、一瞬行ったかとね思いましたけどね、首からちょっと落ちましたか、パイエ選手、はい、さあ徐々にエンジンがかかってきたか、この背負いも見切っている谷本、まだ両者ポイントなし、この試合に勝利すれば日本世界の頂点に立つことができます。柔道団体戦決勝、ここからの抑え技も得意ですよ、ですから、ね、はい、あしかしながらここは逆に腹ばいになった、相手の帯が緩んだので、それでちょっと引きつけられなかったですね、それで、逆に返されてはいけないということでね、早めに腹ばいになりました。アテネオリンピック北京オリンピック連覇を成し遂げました谷本、キャプテンとして臨む世界柔道団体戦、ここまで3本連続一本勝ちで日本が王手をかけています、まあ、谷本選手、はい、もちろん一本勝ちが、ね、皆さん見たいところだと思うんですが、ここは団体戦なのでまず小さなポイントでもね、はい、1つ取って相手にプレッシャーを与えてから、ね、大きな技に、ね、行きたいというところです ね、ここで谷本が落とすともちろんこれ流れも変わって、はい、後半日本としては厳しい部分も ね、あるかもしれません、はい、そのあたりがやっぱり個人戦とはねやっぱり違うところなので、ここはやっぱりまず手堅くポイントを取ってというところだと思いますが、背負い投げに来るがこれも大丈夫、この背負いは大丈夫のようなふうにも見えますがね、投
げられることはないと思うんですが、ただやっぱり何回か仕掛けられると、谷本選手がかけてないということで ね、 なるほどね、指導が来る可能性、そうですね、それが怖いですね。すで、はい、に2分を切っています。腰に爆弾を抱えている谷本、とにかく北京オリンピックも畳に立てるかどうか、ギリギリの状態の中での戦いでした。場外注意ですけど、場外、あっと、しかしこれは不審2人が取り消しという仕草を見せまして取り消されました、はい、ちょっとただやっぱりパエ選手、はい、弱気のちょっと下がり方ではあったんですよね。そうですか、なるほど、はい、やはり谷本に持たれるとというところがあるのかもしれません。ね、やはり谷本に十分に持たれたら、この組手注意ですよ。あっとさ、はい、足を取りに来る、あのデコスさんでさえ投げられたというね、思いがあるのかもしれません。さあどうだ、ちょっと空前で逃れるパイエ、はい、これはちょっと難しいか。残りが1分20秒、引き分けになれば残り2つの試合でということになります。あとは君原と中澤、祈るような思いで見つめている。これが団体戦、日本が一つになってロンドンに向けての惜しく第一歩を踏み出そうとしている。最高の形でその一歩を記せるか。日本、日本柔道がやはり世界一だということを見せることができるか。日本女子、ちょっと パイエ選手もあのいっぱいいっぱいになってきてる感じがしますので、このあと50秒ね、はい、あの勝負かけれると思いますよ。さあ、おっと、ここはちょっと血が出ましたかね、パイエ選手出血したのかもしれません、はいはい。ご覧のように一番手前が山石、ただやはりですね、はい、パイエ選手の戦いぶりを見ると、よく谷本選手を研究してますね。あ、そうですか、はい、あの谷本選手 の、 あの組み手十分にさせない、なった時にはどうやって防ぐかっていうのをきちっと対応、ここまでのところはできてますね。やはりそれはもうデコスがジュニアの頃からずっとこの谷本と ね切磋琢磨をしてきたわけですから、はい、谷本のいいところも悪いところも全部わかっています。さあ試合再開、まだ両者ポイントなし、なんとしてもこの谷本で決めたい日本、残りが40秒になろうとしています。さあ最後しにいく、はい、どうだ、ポイントは、惜しかったですね、はい、持ち手が切れました。さあ痛む腰を抱えて、それでも払い腰を見せましたが、ポイントにはならず、また出血がありましたでしょうか。そうですね、畳のところに血が落ちた、はい、ということでしょうか、はい、ご覧ください、もうちょっと、うん、そうですね、あの肩がついてもですね、効果ポイントなんですけれども、はい、もう一押し、腹ばいになったところから肩をつけたというような、ね、判定なんでしょうか。相手も本当になんか、よくこらえましたよ ね、はい、フランスの方はここで敗れれば頂点を前にして涙を飲むということになります。そうですね、ここはやはりパイエ選手はもう悪くて引き分けというところですよね、はい、さあ残りがあと30秒になりました。さあ谷本決めることができるか、表刈りに来る、後ろに回る、ここから出技に持ち込む、持ち込めるか、もう一回、もう一回、さあどうだ、腹ばいになってパイエ、まだ逃れますよ、残り15秒、足を、この足を抜けば、抜けるか、抜けた、さあどうだ、腹ばいになって逃れたパイエ、残りが5秒、逃げ切られたか、パイエ、ここは、金メダリスト谷本相手に大健闘と申し上げましょう。なんとか後ろにつないだパイエ、日本谷本で決められず。やはりパイエ選手は、はい、最後まで下がらずに、怖がらずにやっぱり勝負してきたところを、まあ、褒めたいですね。そうですね、はい、谷本で決めることはできませんでした。残り2試合ということになりますが、さあ谷本が痛む腰をこらえながら懸命戦いを見せました。これがね、これでもちょっと危ないところありましたね、はい、逆に、はい、あの返されるというところもあったので、はい、はい、まあ、谷本の頭をポーンと叩いた日陰監督、谷本歩美は引き分け、決めることはできませんでした日本。